エンゲルベルト・アウグスト・フォン・アーレンベルクは、ドイツ・ベルギー系の大貴族、シュタンデス・ヘル。第8代アーレンベルク公爵。第14代アール・スコート公爵。第3代メッペン公爵。第3代、レックリング・ハウゼン公。アーレンベルク公、プロスペル・ルイと5歳のロップコビッツ公女マリー・ル・ドミラ、の間の、第3次、長男として、ブルッセルのダランベール公爵宮殿にて誕生。 正式な洗礼名はフランス語で、アンジェル・ベール・オーギュスト・アントワーヌ・ジョゼフレ・レオン・ウェンセスラス、バルタザール・エピファニー・レオナール・マクシム・ジスラン。1861年の父の死と共に、公爵家の家督を継いだ。先祖代々の本拠は、ベルギー領内にあったが、父はナポレオンに接近して、ドイツ領内にアーレン・ウェルク・メッペン公領を授けられており、その領土が、 プロイセン王国とハノーファー王国に売信化されていたため、エンゲルベルト・アウグストもドイツ貴族、領主として活動した。家督継承と共にプロイセン貴族院議員となる。ハノーファー盗賊議会第一院議員でもあったが、プロイセンによるハノーファー併合と同時に議会が消滅し、この職はプロイセン領ベストファー練習議会議員の職に変えられた。 アーレンベルクメッペン公領の主ンデスヘルとして、ドイツ帝国成立直後の1875年まで公領の領主権を保持した、文化事業の講演者としても知られた。1875年、ブラバント州ルーベン郊外ヘベルレーの巨漢、アーレンベルク上にで死去、去年50歳。1868年5月27日に、ウィーンで同族の ジュ,シュクフアーレンベルク公使、エルンスト・エンゲルベルトの一人娘エレオノールと結婚。5人の子女を設けた。ありがとうございます。